はい、皆さんこんにちは、ワナレドルフィッシュです。ウィニングポスト8の続きをプレイしていきたいと思います。今年はですね、1995年の1年間をお届けしていきたいと思います。昨年ですね、1994年は成田ブライアン見事に3冠達成、さらにはジャパンカップ有馬記念と連覇して G1 5勝、さらにジャパンカップ有馬記念では兄岩早秀と激闘を演じるということでですね、もし1994年、ご覧になられているいない方いらっしゃってですね、興味のある方いればですね、ぜひ幻の兄弟対決岩早秀と成田ブライアン、その様子も1994年のプレーでお届けしてますので、ぜひぜひご覧いただければというふうに思っております。というわけでですね、今回は1995年早速、見ていきましょう。まずは手持ちの馬ですね、ビワハヤヒデ、引退させるかどうか非常に迷ったんですが、もう少し頑張ってもらおうということで現役です。そして成田ブライアンは放牧中、そして今年はですね、バブルガムフェローが、入ってきます。バブルガムフェローですね、バブルガムフェローにも注目していきましょう。というわけで、まずはですね、ブライアンが放牧から帰ってくる2月の1週目まで進めていきましょう。ブライアンは今年も国内中心に戦ってもらおうと思ってます。お、大事な話があるって、第2子かな。お、第2子誕生ですね。10月1週目に生まれるということです。ではまずですね、成田ブライアンの今年のいわゆるローテーションってやつですね、決めていきたいと思います。まず3月4週目阪神大賞典に出走した後になりますが、阪神大賞典の後どこを狙っていくかということになるんですが、まずはやっぱりね、この天皇賞春になってくると思います。天皇賞春ですね。で、天皇賞春の次ですね、どこを狙っていくかというところなんですが、ここはですね、安田記念に思い切って出てみようと思ってます。安田記念に出ましょう。で、安田記念の後ちょっと間隔が短くて心配ではあるんですが、宝塚記念へと出走していきます。で、この後放牧を入れます。まあ、4週間ほどですね、じっくり疲れを抜いてもらって、で、始動は10月の天皇賞秋です。さらに天皇賞秋の後はですね、ジャパンカップの連覇に挑むということをやっていきます。海外にね、ぜひチャレンジさせたいというのもあるんですが、ここはジャパンカップ2連覇、さらには有馬記念2連覇ということで、1995年のね、優秀の美を飾ってもらおうと思っています。こんなローテーションを予定しています。3月の4週目阪神大賞典、あと5月の1週目天皇賞春、そこから安田記念、宝塚記念と戦い、秋は天皇賞秋から始動ということを想定しています。で、1回ぐらいちょっと海外のねやつ出てもいいかなと思って、8月9月あたりに何かいいのないのかなというのを調べていたんですが、まあ、あるとしたらですね、このアイランドセントレジャー、これ G1 になってます。あとはですね、ターフクラシック招待、これ G1、 どっちかに出てもいいかなと思ってるんですが、まあ、出るとしたらやっぱり9月の3週目のアイルランドセントレジャーかなと思ってます。なので一応今のところここに登録だけはしておき、おこうかなと思ってます。で、まあ、その他で言うと10月の2週目に凱旋門賞あるんですけど、これ仮に登録するとですね、10月の5週目の天皇賞秋まで結構きついんですよ。ただ宝塚記念のあと放牧明け10週間あるので、まあ、ここに凱旋門賞とりあえず入れといてですね、これフランスの凱旋門賞になってるんですが、9月に、まあ、その前哨戦っていう意味でこの、アイルランドセントレジャーですね、これを入れておいてもいいかなと思ってるんですね。アイルランド競馬場なんですが、まあ、もしくは
このノーザンダンサーターフステークス、これがですねカナダになってるんですよ。で、輸送がどれくらい影響するかっていうのが正直わからないんですけど、もし出るんであればやっぱりこのアイルランドセントレジャー、これをですね、まあ、ちょっと視野に入れて、まずはこれで一旦組んでみたいと思ってます。で、やっぱりアイルランドセントレジャー出てみて、あ、海外レース厳しいねとなった場合には凱旋門賞を回避して天皇賞秋に集中させるということでやっていきたいと思います。さあ、それではローテーションも決まりましたので、ここからですね1995年の方プレーをしていきましょう。まずは4月の1週目ですね、ごめんなさい、ヨークが生まれるイベントがある4月の1週目まで進めていきます。まあ、阪神大賞典は無難に勝ってくれたと思います。でですね、今年生まれた馬でいうと琵琶武秀、あとキングヘイロー、これが史実馬ですね。もう評価額も2億近い琵琶武秀とキングヘイローも1億5000万ということで、非常に楽しみなこの2頭。で、4月の1週目の後ですね、まずは成田ブライアンが5月の1週目の天皇賞秋で、琵琶早秀が香港クイーンステークスということで、これも海外 G1 にエントリー済みです。なので、まずは4月の4週目になります。見ていきましょう。で、5月の1週目には種付けのイベントもありますからね。さあ、クイーンエリザベス2世カップですね、見ていきましょう。まあ、これ香港競馬場なんですが、香港はね結構好きで、旅行に行ったりするんですけど、この競馬場には行ったことがないので、まあぜひですね、次回行くことがあれば見て競馬場にも行ってみたいなと思うんですが、まずは琵琶早秀を応援していきましょう。こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。さあ、来ました。まずは綺麗なスタートです。さあ、先行争い、さあ、琵琶早秀やや出遅れたかなと、立ち遅れた感じがありますが、全く問題がないでしょう。この展開であれば注目してほしいのは8番黄色の帽子、足毛の馬体の琵琶早秀。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。では前の方から見てみましょう。エリアート先手を取りました。並んで9番、琵琶早秀は前目の競馬です。後ろ大位置をキープしています。琵琶早秀オンリードワイヤーすぐ後ろ赤の帽子、全く問題がないでしょう。琵琶早秀のこの位置であればそのうちに続いています。なんかすごくこの競馬場も綺麗ですよね。芝の色目というか感じが、藤山健さんも参戦してるんですね。これはね、ある意味心強いですよね。藤山健さん、そして琵琶早秀、日本ではライバル関係のこの2頭ですが、ここはもうこの2頭を応援してね、日本を応援すると、そういう気持ちで見ていきましょう。さあ、琵琶早秀が徐々に出てくる。さあ、どうだ、さあどうだ、琵琶早秀がここで先頭に立つ。このまま押し切れるか。琵琶早秀が先頭に立つ。さあどうだ、2番手以降はどうだ、足色もいい、馬体を合わせた時にどうかというか。さあどうだ、琵琶早秀粘れるか、かわされる。琵琶早秀どうだ、粘れるか、4着かというところ。琵琶早秀は4着に琵琶早秀かというところ。健闘した、頑張った、それでもやっぱり世界の壁は高い。琵琶早秀は
どうでしょう、これは3着4着最後かわされてますね。ビアハヤヒデは4着というところ、ただしっかり足跡は残した。この香港に足跡を残したビアハヤヒデ。藤山健三は6着。ビワハヤヒデは今年はですね、まあ、ちょっと国内はブライアンで、海外はビワハヤヒデという感じでね、やっていきたいと思っています。では続いてはブライアンの天皇賞ですね。ただその前に種付けをまずはやっておきましょう。さあまずセールの方から見ていきましょう。で、まずはですね、どうしても欲しいのがロザテストが欲しいですと。で、あとトニービーも欲しいのでトニービーも買います。まあ、2億ぐらいまでは出してもいいかなと思ってるので、ここは一発購入で買いましょう。1億6000万。では種付けをしていきます。まずパシフィカスですね。まあ、ここはやっぱりね、夢を見たいんでブライアンズタイムにしましょう。でグッバイヘイローですね。グッバイヘイローにどこをつけるかというのがね、非常に悩ましいんですが、ここはノーザンテイストつけましょう。かですね。もしくはサンデーサイレンスとかつけたいなっていう気がするんで、ね、ちょっとサンデー見ましょうか。サンデーサンデーサイレンスは、ちょっと近すぎると怒られますね。ですのでやっぱりここは配合評価の高いノーザンテストをつけましょう。配合評価で、ノーザンテストですね。でパワーチャンマッチですね。パワーチャンマッチをどこつけるかというと、鈴鹿小判、これ結構良さそうです。近すぎると。じゃあ配合評価上位でいくと大宅ヘリオスとかですね。配合評価上位でつけるとウィンザーノットとかもいます。ちょっとウィンザーノット見ると、まあちょっと微妙ですね。あとは配合評価上位でいうと、まあ、サンデーサイレンスか。ちょっとサンデーは取っておきたいので、先にパワーチャンシスターとかを見ておきましょう。ここはトニービンをつけましょう。そのつもりで買ってますからね。で、あとここはダミスターとかつけときますかね。爆発力に期待です。でパワーチャン花火、ここはそうだな、パワーチャンウェザーとかつけときますか。あとパワーチャンモニカですね。ここはね、爆発力高いですね。セクレト近く濃くなりすぎますということなんで、ちょっとやっておきましょうね。そういう場合はとてつもない爆発力を秘めていそうです。健康面が気になる、これちょっと一回つけましょう。とてつもない爆発力って見たことないですからね。スラビックとモニカ、となれば竹のハッピーにここはサンデーをつけましょう。でパワーチャンマッチもサンデーが残ってればサンデーをつけたいんですが、残ってるかな。サンデーはついてもうないですね。であれば豊か王でもいいですけど、爆発力重視でいくんであれば桜大王、あるいは鈴鹿小判、まあ、鈴鹿小判あたりにしときましょうかと思ったら、近すぎると怒られましたね。ではアメリカントレイン、これも近すぎると。
まあ、こんなところでいいですかね。では帰りましょう。そして天皇賞です。さあ、ブライアンは1番人気に押されてます。2枠4番、1番人気は成田ブライアン。さらにライスシャワーですね、3枠の6番にライスシャワーが入っています。まあ、ライスシャワーとおそらく、ブライアンね、初めての戦いになると思うんで、ここは注目して見ていきたいと思います。4枠のブライアンと6番のライスシャワーですね。10番にはマチカネタンホイザが入っています。そしておなじみのアイルトンシンボリエアタブリというところ。では早速レースの方を見ていきましょう。現役最強の座を求めて京都競馬場に東西の有力馬が集結。その栄冠をつかむのは歴戦の実力馬か、それとも新勢力か。古馬の最高峰レース、天皇賞春の発走です。さあ最後は大外枠のエアダブリー、ゲートに入って体勢が整いました。ここはブライアンが強さを発揮してほしいところですけどね。ブライアンは悪くない出だしです。注目馬ライスシャワーは前目の競馬前から2投目。成田ブライアン黒い帽子4番は中段、マチカネタンホイザエアダブリ、この辺りは後方からかという展開。先手を取りました。白の帽子キエベレスト、その後ろすぐ後ろにライスシャワー、その外からアドマイヤ3号、内からはグレイトガリバー。ライスシャワーは前にいますね。ブライアンは中段、本当に馬群の真ん中というところ。並んで11番ムッシュシェクル、アイルトンシンボリ、この馬もこのグループ 1000m を通過。ライスシャワーはすごく出やすいところにいますね。ただここでライスシャワーがやや馬を外に出したかというところ。先手を取ったのはツキエベレスト、少し開いて栄ブリーズ、すぐ後ろにライスシャワー、さらにはアドマイヤ3号、そしてライスシャワーです。その隣にグレイトガリバー、その横にノーブルソロン、オレンジの帽子グロリーパンドラ、その後ろ黒の帽子成田ブライアン、 B 位置につけました。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。ブライアンはどこにいる。ブライアンは前は詰まってそう、ただ最短距離で走っては来ています。4番ブライアン、中段やや後方馬群の真ん中といったところ。前には西のフラワー、マチカネタンホイザ、そしてエアダブリンもいる。さあここから徐々に動く馬は動き出す、そんなところまで来てる。ライスシャワーの前は空いてる。ブライアンはどうだ。各馬ここで仕掛けます。一気にペースが上がります。先頭は依然としてここでマチカネタンホイザが動いた。エアダブリンも出る。合わせるようにブライアンも出てきてます。ただブライアンまだ遠い。ブライアンはまだ遠い。ブライアンはどうだ、伸びないか。ブライアンはどうだ。ブライアン伸びないか。ただブライアン来てる。ブライアン来てるか、伸びない。ブライアン破れるか。ブライアン破れる。ブライアン破れる。ブライアン破れる。1着グレイトガリバー。ようやく3着争いといったところでしょうか。ここは破れる形。1着はライスシャワーか。1着6番ライスシャワー。ブライアンは3着。初めての敗北ブライアン。これはね、悔しいですね。悔しい。すいません、毎回のあのご案内なんですけど、花粉症がねちょっとまだ治ってなくて、失礼いたしました。では、見ていきましょう。続いてはマイルカップ、 NHK マイルカップですね。パワちゃんサマーが出走します。2番人気に押されてます。パワちゃんサマーです。さあ1番に人気は、7番に入ってるノーブルサンダー、そしてパワちゃんサマーが8番に入っています。あとはメジロキッド7、8、9、10、この辺りね、
有力馬が固まっているというところですね。ではパワチョン様の NHK マイルカップ見ていきましょう。ブライアンまさかの敗退、そのショック、パワチョンファームを襲ったそのショックをメジロサマーが払拭してもらいたい。それが NHK マイルカップでパワチャンサマーが背負った役割。さあパワチャンサマー、ただここは立ち遅れ出遅れ、ゲートから遅れて出たのがパワチャンサマー。パワチャンサマーは最後方気味からかというところ、後ろから5投目パワチャンサマー、さらにはパラダイスエア、黄色の帽子オートマチック、その後ろすぐ隣にパワチャンサマー、その外にサマンサテキサス。ゲート立ち遅れの振りを覆せるかどうか。パワチャンサマーは8番青い帽子、シェイクハンド、ややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。この辺りで先頭が変わりました。東進ルーラーまだ粘っています。ドラゴンホリデーほとんど差がありません。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここでさあパワチャン様はまだだ、まだ後ろにいる。パワチャン様はまだ後ろ。ノーブルサンダー1番人気、ここで前に出る。パワチャン様はどうだ。パワチャン様もじわじわと上げてくるが突き抜けるような動きはない。パワチャン様も上がってはきている。3着争いか。パワチャン様は、パワチャン様は3着4着、パワチャン様は4着、1着1番人気はノーブルサンダー。強い競馬、直線入って馬を並ばせない強さ。4着にはパワチャン様。さあここでビワハヤヒデが万能ステークスということで海外 G1 に出ています。さあビワハヤヒデはここは3番人気に押されています。ちょっとレーシングプログラムだけ見ておきましょうか。岩早秀が出ている以外は日本勢は出ていませんね。ではレースの方見ていきましょう。万能ステークスです。こちらアメリカのベルモントパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。4番に入っているのがビワハヤヒデ。いい出だしだ。ビワハヤヒデは先頭を花を伺おうかという勢い。少し抑えて花を譲る形。緑のターフに白い足の馬体が輝くか。初の海外 G1 制覇、ビワハヤヒデ自身はもちろんパワチャンファームにとっても初。その輝かしい栄光の道をビワハヤヒデが切り開くことができるか。先頭を行く。その後ろすぐ後ろにシグナルエリート、その外からセンターショット、ピンクの帽子フェアレスラブ。ビワハヤヒデここは花を譲って2番手追走。アワット、この馬もこのグループすぐ隣に非常にいい位置。鮮やかな芝生の上をかけていきます。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。前はビワハヤヒデ。さあここで最後の直線へと向かうカーブで再びビワハヤヒデが前に出る。ビワハヤヒデ早くも先頭。ただここでブラックダウンが出る。最後の直線へと向かうがビワハヤヒデはどうだ。伸びてくるか。ビワハヤヒデはどうだ。ただ先頭は足色がいい。ビワハヤヒデも伸びてはくる。ビワハヤヒデ来い。さあ伸びて来い。ビワハヤヒデなんとか前に出ろ。ダメか、ダメか。3着ビワハヤヒデ、3番人気で3着。海外の壁なおたかし、勝ったのはアワッド。ビワハヤヒデ無念3着、1着アワッド、 2着にフラッグダウン、3着にはビワハヤヒデというところ。
さあそれではですね、ここで次走の様子等を見ておきましょう。まずは6月の1周目の安田記念、さらには6月の4周目の宝塚記念というところですね。ブライアン、まさかまさかの天皇賞春盤石を騎士で臨んだ。天皇賞春はまさかの3着、ライスシャワーに敗れる波乱の展開。富士台が多いですね。グッバイヘイロー、竹のハッピー、パシフィカス、この辺りはね、高額をはたいてつけたんでちょっと残念ですね。ただめげずにつけていきましょう。まずパシフィカスからですね。ここは再びのブライアンズタイムか、もしくはトニービン、まあブライアンズタイムですね。グッバイヘローですが、ここはねやっぱりダンシンググレーブつけていきましょう。竹のハッピーですね。竹のハッピーはスキャンをつけますか。でパワーちゃんシスター、ここはねトニービンをつけましょう。さあや成田ブライアンです。ここは一番人気に押されてる一枠一番成田ブライアン、大気ブリザードが6枠の11番に入っていますね。まあやっぱりね注目といえばブライアンなんですが、大気ブリザードも非常に息が長い馬ですからね。あと藤山健さん8枠の16番、そして8枠の17番にはおばあちゃんコロナが戻ってきてます。それでは安田記念見ていきましょう。東京競馬場は今日のメインレースの時間を迎えました。まさかの天皇賞春で初めての敗北を喫した成田ブライアンの復帰戦。さあ春のマイル王決定戦 G1 安田記念の発走です。さあ最後は大外枠のインターマイウェイゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。好スタートを決めたのは大気ブリザード、エリンバード。さあブライアンやや出遅れた。8番エリンバード、大気ブリザードはいい。続いて藤山健山、ルマーニ、そのうちに続いています。その隣に藤野マッケンを、その外からスタビライザー、内からは東洋リファー、大気ブリザードが花を伺う勢いですね。早くも先頭に立っているのが大気ブリザード。一枠一番白い帽子に青い真っ青な勝負服、成田ブライアンがここ。その馬もこのグループ、成田はやぶさすぐ後ろ並んで10番ウィッシュドリーム、桜千歳王、この馬もこのグループ、ややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。さあ先頭は依然として8番エリンバード、2番手はグマーニ、大気ブリザード、3番手、4コーナーをカーブして、さあ11番大気ブリザード早くも動き出した。11番の大気ブリザード早くも動き出した。エリンバード懸命に追いすがります。成田ブライアンはまだ出てこれない。成田ブライアンはまだ出てこれない。大気ブリザードが出る。ブライアンはどうだ。ブライアンは伸びてこないのか。ブライアン来い。ブライアンは伸びないか。来ないか。ブライアンは2着か。ブライアン2連敗。最強の残を欲しいままにしてきたブライアン、ここは天皇賞アルヤスで記念と連敗を喫する。1着大気ブリザード、2着にブライアン。勝った大気ブリザードはここをレコードで勝つ圧巻の強さ。というわけで、ご覧いただきましたブライアンね、ちょっと距離適正から少し短い、まあそんなところもあったんですが、残念ながらブライアンは敗れるという形。ただ宝塚記念が残ってますからね、春競馬は。ここでなんとか報いていきましょう。
までは終われないですからね。3歳まで無敗できていたブライアン、まさかまさかの2連敗。さあ、一番人気に押されてる。やっぱりブライアンの信頼性はね、高いですよね。ここはね、きっちりとまずライスシャワーにリベンジをかましましょう。人気どころで言うと3枠5番に入っているライスシャワー、これはね天皇賞で、敗れました。そして7番にはブライアンです。そして8番にはビワハヤヒデのライバル成田大臣。ここは弟がきっちり兄のライバルを退けたいところ。さらに9番には北斗部が健在。さらに10番には北斗千歳王じゃない、桜千歳王ですね、失礼しました、桜千歳王がいる。そして12番にはマチカネタンホイザー、待機ブリザードは16番にいる。ブライアンから見てみると、ライスシャワー、待機ブリザード、この2頭に敗れているこの春競馬、なんとしてもこの2頭には勝ちたい。17番には去年のダービー2着馬エアダブリンもいる。豪華な宝塚記念、兄の残した日本レコード、ビワハヤヒデの残した日本レコードを破れるか、ブライアンズタイムじゃない、成田ブライアン。上半期の競馬シーンを沸かせた優勝がここ阪神競馬場に集結しました。あなたの、そして私の夢が走ります。さあ、いよいよグランプリ宝塚記念の発走です。おっと、プレストシンボリゲート入りがスムーズにいきません。大丈夫でしょうか。大丈夫です。最後にダンツシアトル入ってゲートイン完了です。スタートしました、大気ブリザード、これはいいスタートを切りました。ステージチャンこの馬も好スタートを切りました。さあ、ブライアンは悪くない出だしです。それに続いています。さらにはステージチャン6番ノーブルソロン、その後ろ桜千歳王、どうやら後方からの競馬、大気ブリザードがいきなり花を切る展開ですね。16番ピンクの帽子、大気ブリザード、緑に星の勝負服、大気ブリザードが花を切る展開。さらにはライスシャワーも続く。成田ブライアンもいい位置にはいるが、前走前前走と後進を排した大気ブリザード、ライスシャワーのさらに後ろから行く成田ブライアン、なんとしてもここは勝ち切りたい。先頭を行くのは16番大気ブリザード、続いてライスシャワー5番、ブライアンは中段からの競馬。では前の方から見てみましょう。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ、先頭は依然として16番、強かったブライアンをもう一度見たい。ライスシャワーと待機ブリザードが一気に行くが、ここで待機ブリザードが一気に行く。待機ブリザードが一気に前に出る。ライスシャワーは後ろに下げた。おー、これは待機ブリザードじゃない、ライスシャワーですね。これはライスシャワー、これはちょっと心配ですが、待機ブリザードが先頭。成田ブライアンは来ない、成田ブライアンは来ないか、成田ブライアンが来る、成田ブライアンが来る、成田ブライアンが来るか、成田ブライアンだ、ブライアンだ、ブライアン、成田ブライアン、ここでリベンジ達成、大気ブリザードをかわす。ここは成田ブライアンが意地を見せた形。ただ心配なのは5番のライスシャワー、競争を中止した模様。2着には最後内から追い込んできたのは成田大臣。1着は成田ブライアン、天皇賞春安田記念と敗れた悔しさを晴らした形。そして2着には成田大臣、そして3着安田記念の勝ち馬待機ブリザード、そしてライスシャワーは競争中止、ちょっと心配です。そして、残念なお知らせですね、ライスシャワー予後不良の診断が下されたということです。ご冥福をお祈りします。
竹のハッピーとバーチャルシスターが不従題になってますね。まあ、ちょっとね、1年間休んでもらいましょう。さあ、そしてビワ早秀がサンクール大賞典へと向かいます。さあ、13番人気に押されています。ビワハヤヒデ見ていきましょう。こちらフランスのサンクルー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。さあ、大きな重賞ではありませんでした。さあ、ビワハヤヒデ10番の黄色い星前に行きそうです。悪くない出だしですね。続いています。さらにはグランパドフネーマ8番ティーオブラック、その後ろミシル、どうやら後ろからになりそうです。もしビワハヤヒデ厳しいようだったら、このサンクール競馬場、サンクール大賞典が最後のレースになるかもしれない。引退を考えています。ただその引退論を跳ねのけてほしいビワハヤヒデ。レア&ゴー、エルナンド、この馬もこのグループ、内からはクリスタルプレイ、さらにはランド、赤の帽子、アムールルーガー、弟成田ブライアンは限界説を払拭する宝塚記念での完勝。天皇賞春安田記念と2連敗だったブライアンはきっちり宝塚記念で結果を残した。このビワハヤヒデはどうか。では前の方から見てみましょう。ビワハヤヒデ先手を取りました。すぐ後ろにエアディッシュ、さらにはグランパドキネマ、青の帽子、ティーオブラック、その後ろビッグアカデミー、すぐ後ろ並んで9番マーブルモニカ、テリージャスミン、このままこのグループ前には誰もいない。ビワハヤヒデの前に誰がいるなんておかしい展開。このままこのまま行ってほしい。日本中の誰もが願う、競馬ファンなら誰もが願うビワハヤヒデの海外 G1 初制覇。さあどうだ、ビワハヤヒデまだ足はある。足を衰える気配はないが後続の気配がいい。ビワハヤヒデはどうか、粘れるか。どうだ、ビワハヤヒデまだ直線は長いぞ。ビワハヤヒデが粘る、粘るがかわされる、粘るがかわされる。ビワハヤヒデ粘れるか、ビワハヤヒデ粘れないか。ずるずる後退落ちていく。1着がエルナンド、圧巻の強さで2着はランド、1着エルナンド、2着はランド。ビワハヤヒデ完敗。というわけでビワハヤヒデね、ちょっと残念な形になりました。さあ、それでは、ビワハヤヒデね、ちょっとコメントを聞いてみましょうか。足元の不安は特にないと。評価も上がっている、能力もまだいけそうですね。もうちょっと頑張ってもらいましょう。そしたらね、それでは秋競馬が始まる10月の4週目ですね、ここまで進めていきましょう。あれ、ブライアンがもしかしたらあれかな、1個進めちゃったかな。おお、ブライアン凱旋門賞勝ってるし、うわー、これ見るの忘れたな。ただこれ忘れないでくださいね。ここ今見てください、これ凱旋門賞勝ってます、ブライアン。うわー、もったいなかった、うっかりしてましたね。アイルランドセントレジャーも勝ってますね、 G1 ね、2連勝。凱旋門賞勝って、アイルランドセントレジャーも勝った。すいません、期待して見ていただいている方、本当に申し訳ないです。すっかりね、忘れてました。いやー、し
敗したな。もうね、皆さんからお叱り受けて当然ですね、これは。さあ、ロイヤルオークショーではビワハヤヒデです。10番人気、ちょっとね、ここはダイジェストでお届けをしたいと思います。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭はビワハヤヒデ。さあ、ビワハヤヒデが先頭。さあ、ビワハヤヒデどうだ、粘れるか。ビワハヤヒデ粘れるか。粘れ、ビワハヤヒデ粘ってこい。差し返せ、ビワハヤヒデ。差し返してこい、ビワハヤヒデ。差し返せ、4着か。ビワハヤヒデ4着に敗れる。ただきっちりと走り切ってくれたビワハヤヒデ。ここはバブルガムフェローが出ますね。さらにパワーチャンライトが JBC レディスチャンピオンズカップに出ます。パワーチャンブレイクと成田ブライアンは天皇賞。ここはパワーチャンライトを応援しましょう。4番人気に押されています。ここはダイジェストでお届けをしていきましょう。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。最後のさあ、パワーチャンライトはどこにいる。パワーチャンライトはまだ後方だ。赤い帽子のパワーチャンライト、6番のパワーチャンライトは16番か、6番か。パワーチャンライトは伸びてこないか。パワーチャンライトは伸びない。パワーチャンライトは伸びないぞ。マキバサレイトが来た。最後はマキバサイレント。2着には KF ネプチューン。パワーチャンライトは伸びず最後。バブルガムフェローはまず勝ってくれてますね。さあ、やってきたのが天皇賞秋。ここはね、成田ブライアン最後の競馬。成田ブライアンは今年で引退します。まずは見ていきましょう。2枠の3番にはジェニュインが入っています。そして藤山健三、八島ソブリン、パワーチャンブレイクが入っていますね。4番、5番、6番と。さらにマイシンさんが4枠の7番、シアマゾンもいる。6枠の12番にはシアマゾン。そしてもうおなじみですね、17番に入っているといえばブライアン。 2.5 倍、単勝 2.5 倍の1番人気に押された成田ブライアン。凱旋門賞馬、世界の頂点に立った成田ブライアンが見られるのもあと3走。ジャパンカップ有馬記念、そしてこの天皇賞秋、ブライアンがその自分の伝説をさらに高みに上げるか。さあ、刮目せよ成田ブライアンの。成田ブライアン、まずまずの出だし。大外枠からはもう慣れたもの。成田ブライアンの大外枠は慣れたもの。中段やや前目の競馬、成田ブライアンが行く。そしてジュニウィンもいれば、石アマゾンもいる。強豪が揃うこの天皇賞秋。さあ、先頭から3頭目あたりにいるのがジュニウィン、そしてここにブライアンもいるんです。成田ブライアンもいる。これはかなり縦長の展開。シアマゾンはだいぶ後ろからという競馬になるか。さあ、先頭にいるのがどういう展開になるか。ジュニウィンに成田ブライアン力で押し切れるのか、それともこの速い展開が悪い方向に働いてしまうのか。徐々に詰めていくのがブライアン。内からはジュニウィン。ジュニウィンかブライアンか。ジュニウィンなのかブライアンなのか。ここはブライアンが前に出る。ただジュニウィンも負けてない。どっちだ。
ブライアンかジュニウィンか、ブライアンなのかジュニウィンなのか、最後はブライアンが突き放す。ブライアン強い、世界のブライアン、成田ブライアン、やっぱり強い。ジュニウィンの挑戦を退けました、ブライアン。春では天皇賞、春安田記念と負けてきた。ただ宝塚記念に始まった第2幕の成田ブライアン伝説、残すはジャパンカップと有馬記念です。レコード勝ちをしてくれたのがブライアン、まだまだ戦える、世界一に立った男、それが成田ブライアンです。さあ、それではですね、ちょっともうね、本当にブライアンの、動きをね、間違えてしまったというところ、本当に申し訳なかったですね。次は11月の3週目にマイルチャンピオンシップがあります。そして11月の4週目にはジャパンカップ。そして琵琶ハヤヒデの引退レース、12月の2週目には香港カップという風な形で流れていきます。まずは11月の3週目。ここで、マイルチャンピオンシップを見ておきましょう。バブルガムフェローがね、時速をちょっと確認しておきましょう。バブルガムフェローは12月の2週目ですね。ちょっとこれを検討し直しましょう。バブルガムフェローは出てですね、でその後ちょっとね足元に不安があるバブルガムフェローなんですが、ここはですね思い切って阪神フューチャリティステークスに駒を進めましょう。さあこれでいいですね。まずはマイルチャンピオンシップを見ていきます。まずは新聞から見ていきましょう。一番人気はどうでしょう。ノーブルサンダー 10.9 倍、インターマウイが 6.4 倍、そしてトロットサンダーですね、単勝オッズ 2.1 倍。さあマイルチャンピオンシップ見ていきましょう。京都競馬場の芝 1600m にスプリンターから中距離の優まで歴戦のスピード自慢が集まりました。さあ秋のマイル日本一決定戦、マイルチャンピオンシップの発走です。さあ最後は大外枠の慶ウーマゲートに入って体勢が整いました。さあ来ました、秋は揃った見事なスタートを切りました。さあ先行争い何が行くんでしょうか。ノーブルサンダー前に行きそうです。これに続くのが稲妻隆王、その外に慶ウーマ、パワーチャンバンド、そのうちに続いています。内からはノーブルソロ、その隣にリピーグランプリ、内からはプライムステージ、黒の帽子、AP ジェット、その後ろ、その外にパワチャンコロナ、並んで12番、インターマイウェイ、内からは日本ピロプリンス、その隣にワイドバトル、その横にエリモジュエル、ゴールデンアワー、この馬もこのグループ、ここで AP グランプリ、先頭に変わりました。レイウーマ、ほとんど差がありません。ここはね、稲妻高王、掲示板目指してほしいところですね。トロットサンダー、B1 です。先頭を捉えにかかります。トロットサンダー単勝 2.1 倍、圧倒的な人気にされている。その隣からはトロットサンダーに一瞬食いたい。その後ろ4コーナーをカーブして、さあこれからです。 AP グランプリ先頭、差はほとんどない。2番手はレイウーマ、追いすがります。残り 200m、 先頭はパワーチャンバンド、残り 100m、 インターマイ、パワーチャンバンドいいぞ。いやー、ただ最後は抜かされたな。2着にはどうやらトロットサンダー見事に勝ちました。インターマイウェイが勝ちましたね。しかしなんとか面目を保ちました。トロットサンダーは単勝を圧倒的 2.1 倍に押されたものの2着というところですね。
ちゃんバンドね、見せ場は作ってくれたんですが、さあここはバブルガムフェローのベゴニア賞とジャパンカップに出る成田ブライアンですね。さあベゴニアではバブルガムフェローが勝ってます。そしてジャパンカップですね。さあ成田ブライアンが見れるのもあと2回、成田ブライアンが見れるのはあと2回です。そしてです、パワーちゃんファームの成田ブライアンといえば8枠の17番、もうねここだけ見ててください。8枠の17番に成田ブライアンね入りますから安心してください。今年も東京競馬場の芝 2400m に世界の一流馬が集結しました。マーベラスクラブもいれば、マチカネタンホイザもいる、ノーブルミリオンもいれば、アワッドもいる、タイキブリザードがいて、アイルトンシンボリがいる、そして17番には成田ブライアンがいる。さあ成田ブライアンどうだ。成田ブライアンはまずまずの出だし、大外枠からの展開はもう慣れたもの、むしろ大外枠から行きたい、そんな気持ちがあるかもしれないのが成田ブライアン。成田ブライアンはダントツの一番人気、この1年は決して順風満帆ではなかった。天皇賞春では完敗、さらに安田記念では大気ブリザードの後陣を排す。ただそこからなんとなんとの宝塚記念の圧巻復活劇、そこからは世界の頂点へと駆け上る凱旋門賞での優勝、そして休養明けの天皇賞秋では圧巻の強さを、ジュニーウィンの挑戦を退ける形で見せつけた。そして再び世界の頂点の成田ブライアンがその力を見せつけることができるか。世界からの挑戦を受ける立場になったブライアンの、成田ブライアンのジャパンカップです。中段、成田ブライアンは中段にいる。前にはマーベラスクラウン、大気ブリザードもいる。さあ先頭は依然として5番、ダンシングサーパス。成田ブライアンはまだ動かない、まだ動かないのが成田ブライアン。前には馬がいる、邪魔になれ。ただそこを蹴散らせるか、ダグンを割ってこいブライアン。さあどうなる、ブライアンが出るか、成田ブライアンが見せるか、実力を見せつけるのか。さあブライアンが出てくる、ブライアンが出てくる。さあ来るぞブライアンが来るか、ただ足がいい、他の馬の足もいい。ブライアンはどうだ、突き放される。ブライアンは2着に今敗れる形、1着エルナンド、2着にブライアン、1着エルナンド、2着にブライアン、世界の成田ブライアン敗れる、2着止まり。というわけで、成田ブライアンね見ていただきました。残念ながら2着エルナンドに敗れるという形になりました。まあ、残念ではありますがね、しっかりと走ってはくれたと思います。有馬記念に注目しましょう。有馬記念応援してください。さあそれではね、ビワハヤヒデの引退レースになります。香港カップ見ていきましょうか。ビワハヤヒデね、もし間に合うようであれば有馬記念出ましょう。最後にね、さあこんなとこですかね。
そしてここはパワーちゃんグレイスが2歳優勝に出ますね。そしてパワーちゃんインディは阪神ジュベナイルフィリーズへと向かいます。岩早秀も活躍してくれるでしょう。さあ香港カップです。3番人気のされてます。ここはねしっかりと琵琶早秀で応援していきましょう。こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。さあ琵琶早秀でいい出だし、琵琶早秀ではいい出だし。10番緑の帽子に真っ青の勝負服、琵琶早秀ではどういう競馬を見せてくれるか。この後は満を持して弟成田ブライアンの挑戦を受ける形にしたい。琵琶早秀がどんな競馬を見せてくれるのか楽しみです。サーストンシガーそのうちに続いています。並んで3番藤山健山、後ろからの競馬になりました。琵琶早秀鞍上の手はどのあたりで動くんでしょうか。藤山健山と琵琶早秀、このコンビをここで見るのは2回目だ。香港で見るのは2回目。琵琶早秀がその時は先着した。ただ先着が欲しいんじゃない、一着が欲しいんだ。琵琶早秀はでは前の方からここでシャインブーウェイ先頭に変わりました。ラグビーウィナーほとんど差がありません。クリスマスジョイ3番手琵琶早秀、これはいい位置につけています。最終コーナーをカーブして、さあ琵琶早秀じわじわっと前に出てくる。前目の競馬ではなく指す競馬を見ることができるのか。琵琶早秀の足を見たい。さあ琵琶早秀来い。琵琶早秀来てる。琵琶早秀いい足で来てるぞ。琵琶早秀いい足で来てる。ただ後続馬もいい。琵琶早秀が行くか。最後琵琶早秀が抜いた。香港カップを制したのは琵琶早秀。琵琶早秀これはね最後にね見せてくれましたね。これ有馬記念でね成田ブライアンとの兄弟対決第2ラウンド、すごく楽しみですね。さあ今度は全日本2歳優勝です。やや重雪の舞い散る川崎競馬場、川崎に雪が降るのは珍しい。そしてここにパワーちゃんグレイスが出ます。こちら川崎競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。さあ全日本で最優秀の発走、パワーちゃんグレイス2番に機能されています。ここからはもうね怒涛の G1 ラッシュですね。この後には阪神ジュベナイルフィリーズ、そして朝日杯フューチャリティステークスと積んで最後は有馬記念。有馬記念では成田ブライアン、琵琶早秀兄弟揃って最後の揃い踏み、そして兄弟揃って引退レースとなります。パワーチャングレイスは現在3番手4番手あたり、10番緑の帽子がパワーチャングレイス。さあパワーチャングレイスじわじわっと上がっていく。ここで一気に先頭を伺おうかというところ。パワーチャングレイスが並びかけるか。パワーチャングレイスが並びかける。さあパワーチャングレイスが来る。パワーチャングレイスが来る。パワーチャングレイスの足もいい。ただ逃げる、逃げる。ノーブルコンタクトもいい。あー最後はノーブルコンタクトが逃げ切る形。パワーチャングレイス無念の2着。中央の馬が強かった。勝ったのはノーブルコンタクト。ただしっかり人気通りのね実力見せてくれましたパワーチャングレイス。そして打って変わって阪神競馬場では阪神ジュベナイルフィリーズ13番人気に押されているのがパワーチャンインディです。ここはねしっかりちょっと見ていきましょうか。まずは、イブキパーシュ単勝 3.1 倍1番人気。
さらには4枠8番名勝八重垣、これ単勝 3.4 倍。さらにはローブシャインにセシルドミニオン、ヒシナタリーにビワハイジもいる。そしてなんとなんとのエアグルーヴもいますね。18番のエアグルーヴ、ぜひぜひエアグルーヴのね、活躍も見てもらいたいと思います。阪神競馬場、発走の時刻が近づいてきました。2歳牝馬の頂点をかけた戦い、阪神ジュベナイルフィリーズ。1枠1番にはパワーチャインディ、 1600m は桜花賞と同じ舞台、来年のクラシックを占う意味でも。そして18番にはエアグルーヴがいます。さあ最後はビワハイジもいる、ヒシナタリーもいる。ゲートに入って体勢が整いました。さあ、コンスタートを決めたのはパワーチャインディ。さあまずはパワーチャインディ、1番パワーチャインディ行きました。ダッシュがついてますね。エアグルーヴ好位置をキープしています。イブキパーシ、その外にゴールデンカラー、18番のエアグルーヴ、ぜひぜひ注目してください。その隣にバイオストロー、名馬であり名品でもあるパワーエアグルーヴですね。この馬もこのグルーヴ、すぐ後ろに機械トウショ、さらにはエリモディテン、内からはセシルドミニオン、その隣にジューントウショ、その横にシナタリエアバカラ、この馬もこのグルーヴ、しんがりからマックスロゼ、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。さあ先頭はビワハイジ、ゴールデンカラーズ、ほとんど差がありません。さあエアグループがどういう競馬を見せてくれるかですね。いい位置、果たして先頭を捉えるか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあここでエアグループが先頭に立ったのはエアグループ。エアグループ、先頭2番手は名勝八重垣。エアグループが突き放しにかかる。これは強いな、エアグループ並ばせない、突き放す。エアグルーヴが突き放す形ですね。ここはエアグルーヴが強い。1着、2着はビブキパーシブ、見事に勝ちました。エアグルーヴの動き見てもらいました。しかし何とか面目を保ちました。強かったですね、エアグルーヴは。バブルガムヤローの G1 見ましょう。ではセールだけちょっと見ておきましょうか。トレーニングセールですね。ブラックホーク、これはシルバーですね。ブラックホーク、まあ、買っといてもいいかなっていう気もしますけどね。ブラックホークぐらいだったら本当に。ちょっとお守りの色で見てみましょう。シーキングザパールに待機者と、まあ、この辺りはやっぱり高いですよね。ブラックホーク、ここはブラックホークを買っときましょうかね。ちょっといくらぐらいになるかというのもありますが、まあ、2億5000万ぐらいまで出してもいいですね、ブラックホークだったら。4億になるか、5億、6億と値段はどんどん釣り上がる。7億、ブラックホークに7億。さあそれではバブルガムフェローの朝日杯フューチャリティステークス見ていきましょう。9番人気ですね。1番人気はアロハドリー、ウィッシュ光、ダンスインザダークがいますね。ここでダンスインザダークと激突ですか。これはね、注目ですね。朝日杯でなんといっても
ダンスインザダークこと対決になります。それでは早速見ていきましょう。朝日杯フューチャリティステークスの発想です。先週の牝馬の G1 に続き、今週は朝日杯フューチャリティステークスです。スピード、素質、そして完成度が問われるこのレース。ここを制して来年の春の主役に名乗りを上げるのはどの馬か。ダンスインザダークに挑む形のバブルガムフェロ。体勢が整いました。さあ、アロハドリーム好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュをつけてアロハドリーム行きました。アロハドリーム競りかけていきました。内からはマッチレスアルデル。バブルガムフェロも悪くない出だしです。内からはバブルガムフェロ、白の帽子、スーパーシンフォニー、その後ろ、その外に公開チーム、メインパーティー、そのうちに続いています。内からはシンボリバカラ、その隣にマイネルバーリー、その外にクールホープ、キシエア、そのうちに続いています。ダンスインザダークは後ろからの競馬なんですね。7番ホライトシティ、その外にアンダープログレス、セントラルスタイル、それに続きます。これはハイペースです。前の馬には厳しい展開です。さあ先頭はウィッシュヒカル、アグネスウォリアー、ほとんど差がありません。石のサンデー、3番手アロハドリーム、いい位置です。さあここからどうか。さあいよいよ直線の攻防、ウィッシュヒカリ先頭、差はほとんどありません。2番手はバブルガムフェロ。さあバブルガムフェロ来い。捉えるか。アロハドリームまだ後ろ、懸命に前を追っています。バブルガムフェローが先頭に立ってるが、大外一気でダンスインザダーク、ダンスインザダークも来てる。大外一気のダンスインザダーク、ダンスインザダークだ。2着にバブルガムフェロー、バブルガムフェロー見事に勝ちました。1着にはダンスインザダーク強い。ようやく3着争いといったところでしょうか。ただ2着にはバブルガムフェロー、ダンスインザダーク強かったですね。強かった。さあそれでは成田ブライアント、ビバハイデの有馬記念、そしてパオちゃんライトがね東京大賞典に出ます。ここを見ていきましょう。パオちゃんライトの東京大賞典、見ていきたいと思います。こちら大井競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。さあ、まずは揃った綺麗なスタート。まずは先行争い、アメージングレイズ前に行きそうです。ブルーファミリー、それに続いています。さらにはブレイド勝利、8番パワーチャンライト、その後ろ鉄の戦国王、後ろからになりそうです。では前の方から先手を取ったのはブルーファミリー。さあパワーチャンライトは中段につけています。黄色い帽子の真っ青の勝負服、その外からパワーチャンファーもおなじみの真っ青の勝負服。この辺りで各馬第一コーナーに入っていきました。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはブルーファミリー、アメージングレイズ、それに続いています。その隣にブレイド勝利、内からはケースネプチュン、青の帽子、吉野キング、その後ろ前から7番目8番目、まさに中段に位置しているのが8番パワーチャンライト。パワーチャンライト後ろから、その隣に月福王、月の1番、それに続きます。黄色の帽子、京都シチー、その後ろすぐ隣にティアズアトン、その後ろからはゴリユープリンス。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。先頭は依然としてブルーファミリー、グレード勝利、ほとんど差がありません。アメージングレイス、3番手パワーチャンライト、いい位置。果たして先頭を捉えるか。さあパワーチャンライト徐々にと前に出てきます。黄色い帽子に真っ青の勝負服、パワーチャンライト。さあここから伸ばせてくるかどうか。ただ周りの馬の方が足色が良さそう。1着はアメージングクレイス、ただ内から統計2世、パワーチャンライトは馬群に沈んだ形。ジャパンカップダートに続いて東京大賞典も制覇。さあそしてここですね、ビワハヤヒで成田ブライアン最後のレースになります。まずは注目部馬でいうと1枠2番の大気ブリザード、そして3枠5番に入っているビワハヤヒで、そして、7番にはジュニューインが入ってます。
西アマゾンが12番、そして成田ブライアンにマヤのトップガン、まあ、こういう形になってますね。マヤのトップガンもいる、成田ブライアンもいる、西アマゾンもいる、岩早秀もいる、ジュニュインもいるという有馬記念、早速見ていきましょう。いよいよ今年の G1 もこのレースで終わりを迎えます。今年1年ターフを沸かせたスターホースたちが冬枯れの中山競馬場に集結。さあ日本競馬の総決算、夢のグランプリ有馬記念の発走です。さあ最後は大外枠の前のトップガンゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。ノーブルサンダー、好スタートを切りました。ノーブルサンダー、この辺りも前に出ていい出だしですね。トップガンも行っています。そのうちに続いています。その外にプレストシンボリ、その外から前のトップガン、僕の実況は必要ないでしょう。そうそうたるメンバーがいますからね、じっくりと見てもらいたいと思います。成田ブライアンこの位置です。第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各は正面スタンド前を通過していきます。もう一度先頭から先手を取ったのはノーブルサンダー、黒の帽子アースヒル、その後ろ、その外に前のトップガン、さらにはプレストシンボリ、赤の帽子岩早秀、その後ろすぐ隣に大気ブリザード、ピンクの帽子成田ブライアン、いい位置につけました。この辺りで各は第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。一番人気の成田ブライアン、現在馬群の中ほどにつけています。西アマゾン前走に続いてここも連勝なるでしょうか。では前の方から先手を取ったのはジェニューイン、その隣にプレストシンボリ、その横に前のトップガン、内からはアースヒル、その外からノーブルサンダー、並んで5番ユアヘイテ、ハイキブリザード、この馬もこのグループ、ピンクの帽子成田ブライアン、いい位置につけました。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。ブライアンは15番、ブレストシンボリ、5番の赤い帽子はピュアヘイテです。3番手成田ブライアン、さあトップガンとジュニーがどん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 ベースをハイベースにしていく、追い上げていきます。さあ先頭は前のトップガン、並んでジェニュイン、離れてアースヒル、さあいよいよ直線の攻防、ここで先頭変わります。さあトップガンが、トップガンが抜ける、ブライアンも来るぞ、ブライアンも来てるけどどうだ、ブライアン届かないか、ブライアン、ブライアンは届かないか、ブライアンは届かない、最後はトップガン、最後はトップガンです。2着は成田ブライアン、見事に勝ちました。前のトップガン成田ブライアン2着止まり、しかしなんとか面目を保ちました。最後はトップガンでしたね。しかもレコード勝ち、ビュアハヤヒデは5着。はい、というわけで、1995年を、ご覧いただきました。いかがでしたでしょうか。さあそれではですね、まずビワハヤヒデ、香港カップ、勝ってくれました。引退させましょう。そして成田ブライアンね、ありがとうございました。でパワーチャンブレイクもね、きっちりと成績残してくれました。ありがとうございます。パワーチャンバンドもいましたね。パワーチャンコロナもいた。じゃあパワーチャンライツにパワーチャンホルム、ちょっとこの辺りはね正直分かんなかったところもあるんですが、あとパワーチャンセンサーね、これもちょっと早熟の馬、11戦1勝という形で、以上の馬を引退させましょう。パワーチャンブレイクかパワーチャンコロナかというところですけどね。京都大商店勝ったパワーチャンブレイクにしますか。そして成田ブライアンですね。ビュアハヤヒデ、この辺りも総賞金ね10億超えですからね。サンデーサイレンスは買っておきましょう。
で海外から買えそうなのって言いますけど、まあちょっとねここは見送りましょう。一等売却か、そうなるとパワーチャンシガーをちょっと売却しましょうか。シュボバーは売却しません。ブラックホークね、ここはもう期待してますよ、ブラックホークには。はい、というわけで、皆さんいかがでしたでしょうか。次回は1996年、バブルガムフェローとダンスインザダークのね戦いに注目していただければと思います。というわけで今回はここまでにしたいと思います。